ここからはちょっとね、親御様に向けたお話になりますけれども、僕はですね、鉄道写真家として、日々鉄道の写真、ロマンスカーの写真を撮る傍らですね、学校で授業させていただく機会というのも非常に多くありまして、まあ、定期的なところだと高校で、ゼミを、非常勤講師という形でやらせていただいておりまして、あとはですね、幼稚園から小中高校までですね、各世代、いろんな世代カメラを使って鉄道写真を使って、関わらせていただいた授業を、させていただいております。本当に鉄道写真の可能性無限にあるなっていうのを、授業のたび、子供たちと関わるたびにすごくすごく感じてまして、鉄道写真いかにして、使っていこうかなということを考えた時にですね、非常にやりがいがあるのがやっぱりこうね、ロマンスカーカレンダーのような鉄道会社でドドンと使っていただくというようなこと、それだけではないということをね、最近とってもとても強く感じてまして、こうしてですね、子どもたちと一緒にね、鉄道写真カメラというものを、使って、楽しい時間、そして子どもたちの夢を広げる、そんなようなね活動をさせていただくのが非常に今鉄道写真家としてのやりがいを非常に非常に大きく感じているところでございます。今回のプログラムとしましてはですね、鉄道をより大好きに、ロマンスカーをより大好きになってもらう、そんな、取り組みの中でですね、カメラを今回使わせていただいて、肉眼を超えた、想像力でですね、ぜひこうカメラっていうね魔法の道具を使って、どんなね、写真が撮れるだろうか、今まで見ていたロマンスカー今までにないようなかっこよさでね、表現するっていうところに、肝を置いておりまして、無限の創造ということで、お子さんの非常にこう豊かな柔らかい頭の想像力をね、ここで形にして、写真で形にして、あ、僕って私ってこんな写真撮れるんだっていうのを、リアルに感じていただきたいなと思っていますし、親御さんにも、お子さんがね、ワクワクしながら、取り組んでいる様子、そんなのをね、後ろからちょっとね眺めていただいたりなんかして、そしてね一緒に取り組めるプログラムも用意してありますので、ぜひですね、なかなかこう一緒に同じことをしてね、なんか一緒に物を作り上げるっていうようなね、そんな時間って、なかなかもしかすると貴重なんじゃないかなと思ったりしていてですね、そんなようなことでも、親子の思い出をね、この2時間半で非常に濃いものを作っていただけるんじゃないかなと思っております。そしてね、夜ご飯、日曜日ですからね、夜ご飯の時なんかにはですね、ぜひ思い出話をしていただいてですね、またね、非常にいい一日の締めくくりまで、コーディネートをしていただけたら嬉しいなというふうに思っています。まずカメラっていうのはですね、正解があるようで、実は正解なんてない非常に自由な、表現ツールです。歌を歌う、楽器を奏でる、それから、まあ、作文を書く、まあ、いろんな表現方法ありますけれども、まあ、カメラっていうのもですね、その表現、自分の思ったことを伝えていくのに使える非常に、有効なツールになっていると思っています。そこにね、無限の可能性が広がってるんじゃないかなということを信じて活動をさせていただいています。なのでですね、本当にこれは違うかなとかですね、これはもうちょっとこうした方がいいんじゃないっていうようなアプローチではなくてですね、僕自身もね、イベントの当日はですね、どんな撮り方を、してくれるかなっていうことで、僕の方がね、どんな学びをいただけるかなということで非常にワクワクしているようなところがあります。それぐらいですね、本当にプロを名乗ってるからプロの撮り方が正しいかっていうと全くそんなことはなくてですね、本当に授業のたび僕の方がですね、学ばせていただくことが非常に多くて、だからこそ対等な関係でですね、教える教えられるっていう関係ではなくてですね、共に教え合い学び合うっていうですね、そんな対等な関係で、もう先生、まあ先生とプロフィールでは書いていただきましたが、まあ
先生という立ち位置でありながら、僕も生徒と同じように教えられるような立ち位置もあったりなんかしてですね、本当に対等な関係でイベントはさせていただくところでねございます。いやー本当にですね、どんな写真を撮ってもらえるか、本当にね、無限の可能性を秘めたカメラっていうツールでね、何よりも失敗がない、正解がない、とっても自由なものを扱うということでね、これはむしろどちらかというと非常にこう怖いことでもあると思うんですね。1たす1が2っていうようなね、絶対的な安心感がある、ね、ものじゃないということでですね、非常に不安定なものなんですね、そういうものでですね、もしかすると、初めて、ね、僕とお会いさせていただいて、で、どんな写真撮れた見せてって言った時にですね、ちょっとやっぱり躊躇してね、いやこの写真うまいとは思えないなって自分の中でもし思ってたとしたらですね、見せるのもしかしたら躊躇する心も生まれる。それはねとっても自然なことなんですね。でも2時間半の中で僕と、皆さんとの距離感、これをねどれだけ縮められるかっていうのもねすごく楽しみで、ドキドキワクワクしているところでもあるんですけれども、最後はですね、なんて言うんでしょうね、ちょっとためらってたような気持ちも、心を許していただいてですね、撮れた撮れたって言ってね、積極的に自発的にどんな写真が撮れたかをね、親子さんだったり僕だったりに見せに来てくれるっていうね、それが今回のイベントの一つ大きな大きなゴールというかね、目標目的地だったりするかなというふうに思っています。なぜかというと、そういう不安定なね、写真っていう正解がないものを扱っている以上、やっぱり怖い、不安、見せてどう思われるかわからないっていうね、1たす1が2ではないというね、ものを扱っている以上ですね、そこはやっぱり自分に自信が持てた時にですね、これ見て、あ、どうですかこれっていうね、そういう行動が生まれてくるんだと思います。そういう意味でですね、ぜひね、自分に自信を持って、これ撮れたっていうのをね言ってきてくれた、その時がこのイベントの成功のね証だったんじゃないかなというふうに思うので、いい写真がねどんな写真かっていうのはいろんな価値観ありますけれども、あっと驚くうまい写真っていうのももちろん素晴らしい評価軸なんですけれども、そこよりも何よりも撮れた撮れたって言ってどん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 前のめりになってね、親御さんだったり僕だったり、もしくはね、参加いただいた、親子同士でね仲良くなって見せ合ってくれる、そんなシーンを、遠くから見つめさせていただけるようなことがあったりなんかしたら、このイベントは大成功なんじゃないかなというふうに思います。撮るだけはね、本当に何も喋らなくてもできるんですけれども、ではなくてですね、撮れた写真でいかにコミュニケーションにつなげていくか、どう撮れたどう撮れた、うわいいねいいね、これどういう狙いで撮ったの、ここがかっこいいと思ったからこう撮ったなんていうことをね発言してくれたら、それはもう着地点にしようとしていたゴールよりも上のね、本当にもう無限の創造というところがまさに叶った瞬間なんじゃないかなということでね、どこまで無限の創造が叶うか、本当に僕自身楽しみにしているところであります。本当にねコミュニケーション能力だったりね、社会との関わり方、組織との関わり方、友達との関わり方、人との関わり方、いろんな年代の人たちとの関わり方ね、というところでこれから武器になってくる部分なんじゃないかなと思いますけれども、このイベント実はそんなことも叶うんじゃないかと思っています。もちろんカメラが主役でして、いい写真、うまい写真だったり、撮れたって思える出来た体験になるような写真を撮ってもらうことをサポートさせていただくのが僕の役目で、今回のイベントの趣旨だとは思っているんですけれども、
大きな大きなサブテーマもあるかなと思っていて、それが、自発的なコミュニケーション能力を発揮できる瞬間、これをねこのイベントを通じてぜひ、できた体験の大きなできた体験の一つに、自分から発言できたとか自分から行動できたとか、初めて会った人とこんなに近い距離感で自分を表現する会話をすることができたとか、そういうところでもですね自信を重ねてっていただけるような、そんなあの種まきをですね、僕の方からもたくさん仕掛けるというのは言葉が違うのかな、どうでしょうか。でもね、あの本当に僕の方からもこうきっかけをねたくさん作っていきたいなというふうに思っていますので、ぜひですね、ちょっとあの今までの日常の中では味わえないようなですね、カメラっていうツールも一台ずつ持っていただけますし、なかなかね、普段では出会えない、他の参加いただく皆さんだったり、僕も皆さんとお会いできるのは非常にねレアな体験をさせていただける、一期一会な体験をさせていただけるなということでですね、とっても楽しみなんですけれども、まあそんなね、皆さんにとっても、非常に、貴重な、出会いだったり、体験ができる機会になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ無限の創造ということで、カメラを軸にですね、得ていただきたいもの、感じていただきたいものっていうのはね、カメラ、写真のいい写真が撮れたっていうことにとどまらない、そんなイベントにさせていただきたいなと思っております。鉄道イベントというとね、鉄道の、かっこよさだったり鉄道の楽しさを、感じられることで終わってしまう場合が、多かったんじゃないかなと思うんですけれども、今回のイベントはまたそこからは一味違います。自分がもっと大好きになるっていうことが付加価値としてついてきますのでね、ぜひこれね、お子さんにとって、これからの未来を担っていく子どもたちにとっては、自分を大好きになるっていう経験、体験ね、何よりも大切なことなんじゃないかなと思います。そんな種まきをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひ2時間半ギュッと凝縮した最高のね、夢のある時間を過ごしたいなと思っておりますので、ぜひお会いできるのを楽しみにいたしております。